だからもう、ラオ君でも俺もう、付き合いしないからね。知らねえよ、俺はもう。もう一度自分のことを今考えてみな。ほんと、このままじゃ、人離れるぞ、マジで。ラオ君とクラブないね、もう。ラオ君と付き合いやめます。まあ、酒やめて、もう10日ぐらい経つんで。なんで喧嘩するのかな、っていうのは、よくわかんないですけど。豊かだっていいやつだし、内藤豊か、タイソンもそうだし、みんないいやつなんで、みんな仲良くすればいいんですよね。なるべくだったらみんなと仲良くしたいですよね、また。まあ、初めにやった5人会っていうのをやったんですけど、それでもう一度、交わしたいなとは思ってますけどね。一度はやったものの、ちょっと崩れちゃったみたいな感じですかね。でもまあ、中には、まあ俺は豊かとも仲いいし、はい。で、まあ、信吉とも仲いいし、何人かは仲いいんで、まあやっぱり俺が間挟まれて、やっぱりこっちとこっちと仲いいから、つって言って、そういう話にもなっちゃったりとかもたまにあるんですけど、だけど、俺はもうみんなの味方なんで、どっちにも入らないです。そういう時は。まあ、どっちにもつかないよってことで、もし喧嘩になっても。はい、まあでもみんな仲良くなれるはずなんですよ、絶対。みんないい奴らばっかなんで、それがまあ、ちょっと重いなみたいな、自分からしたらみんな仲良くやればいいのになみたいな感じで、もともとはみんな仲良かったんだから、はい、もう一度戻したいっていう自分の本心ですね。まあちょっと後で、まあ豊かにも電話して、ちょっと聞いてみたいなと思います。